皆さんこんにちは。ハープ奏者、即興演奏家、作曲家の小坂元志です。よろしくお願いします。今日は、このバッハの思い出シリーズ第5回、最終回ということで、バッハの家系順としての素顔に迫っていきたいと思います。このバッハの思い出は奥さんのアナ・マグダレナ・バッハが、書いてあるという体裁でね、綴られている文学ですから、奥さん目線の面白い、記述が結構たくさんあります。でその中から、今日はいくつか、ピックアップしてお聞きいただきたいと思います。ではまず最初に、家庭人バッハとしてのその素顔をこうなんていうか全体像というかね、こうザクッとこう記述してある部分を、聞いてみたいと思います。家庭、それは彼にとって人生のすべてでありました。彼の妻、子供たち、彼の家、それが彼の全世界であったのでございます。私たちがライプツヒで過ごした数年間はほとんど家から離れたことはありませんでした。トマス教会とトマス学校における日々の仕事、彼が指揮せねばならない音楽会、自分の作曲、それから家庭、これで彼の生活は完全にいっぱいでした。彼の足元にも及ばない他の多くの音楽家たちのように、よその国で評判を取ったり人気を集めたりするための旅行は決していたしませんでした。バッハは結構ね、家と仕事場、そこの往復みたいなね、生活で結構満足してたということですね。で、この奥さんがなかなか辛辣で、彼の足元にも及ばない他の多くの音楽家たちのように、よその国で評判を取ったり人気を集めたりするための旅行は決していたしませんでした。これも耳が痛いっちゃ耳が痛いんですが、現代のね、ミュージシャンはツアーをしないとなかなかやっていけないっていうのはありまして、ツアーをしたり、あとはインターネットでね、発信することで、評判を取ったり人気を集めたりするわけですよ。そういう意味ではね、お恥ずかしい限りではあるんですが、このバッハはとにかく音楽、あとは家庭ですね、これを十分にやれれば、それで結構幸せを感じられる人物だったんだなと思いますね。自分も実はツアーとか結構苦手は苦手なんですよ。ここにはね、ファームもあって、自然の中に囲まれて、暮らしてますから、本当にここでできるだけ長い時間過ごせればね、それに越したことはないんですけど、やはりでもね、こう人が大勢いるところで演奏しないと、音楽家っていうのは仕事にならないですから、もちろんね、そこは、代表しできないんですけど、この結構ね、家庭にいて幸せを感じられるこのバッハの地味なね、性格、これはでも自分も割とそうなんで、すごく親近感が湧くというか、わかるわかるみたいなね、そういう部分はありますね。あとはこの家庭を持つと、その芸術の足かせなんじゃないかっていうような、考え方を若い時は結構しがちなんですね。自分もそうだったんですけど、だって子供を育てるってなったら、例えばうち3人子供をね、育てて、もうみんな大人になっちゃいましたから、今は手がかかんないですけど、それなりのエネルギーと、お金もかかるし、ね、時間も取られるわけですよ。取られるっていうのが、そもそも間違いなんですけど、で、その部分は音楽に使えなくなっちゃうわけなんで、それを足かせと。そういうふうに言えなくはないですよね。ただ、子供を育てるとか、家族と時間を過ごすっていうことは、心にとってはやっぱりかけがえのない経験になるんですよね。で、あとはこの、子供たちが育っていく中で、この子たちに何をこう残してやれるか、その残したものじゃなくてね、何を伝えられるか、人として
というようなとこを考えると、やっぱりその子供に恥ずかしくない自分でありたいとかこう思うようになってくると、向上心がやっぱり出てくるんですよね。それはもう音楽家としての向上心もそうですけど、人としてのその向上心っていうのもやっぱりすごく刺激されます。なので、まあ家庭を持つ、家庭のことをね十分にしっかりやるっていうのは、芸術家にとってね、まあ、このバッハの例を見ればそうなんですけど、非常に貴重なね体験になるっていうことをこうなんか保証してくれてるというかね、バッハ先生がそうだったんだからって、こうなんかこう子持ちのねアーティストとしては、まあ、そういう部分では結構元気づけられましたね。では、もう一箇所、家庭人バッハに関する記述をお聞きください。生涯を通じてゼバスチャンはただ自分の家族と、それから我と我が心を満たすために彼を知り、彼の音楽を理解してくれるごく少数の友人しか必要としませんでした。名声とか賞賛を求める欲望は彼の心にはなかったのです。この名声とか賞賛を求める欲望は彼の心にはなかったのですっていうのがやっぱりすごいなと。まあこれまでのね、バッハの思い出シリーズでも紹介してきたんですけど、バッハのその寛容さ、あとはその謙虚さですよね。でここにもその彼の謙虚さと寛容さが表れていると思います。まあ、名声とか賞賛っていうのはもちろんあった方がいいとは思うんですよ。自分もねやっぱりいいって言ってもらえた方が嬉しいし、その評判でこうどんどんね演奏の機会とか音楽制作の機会がね与えられればそれに越したことはないと思うんですけど、まあやっぱりそれはあくまでも結果であって、やっぱそこを目指して何かやるっていうもんではないんだろうなと思いますね。ですから、まあプロの音楽家をやってるとこの辺は非常に何て言うんですかね、心揺れ動くところではありますね。だから自分が目指してる音楽っていうのがあって、かなり音楽を聴き込まないとこう理解できないような、そういう微妙な世界をこう追求してたりすると、一般にねこう名声とか賞賛っていうのはなかなか得にくいんですよね。まあ、自己満足と言われればそうなんですけど、自分が目指しているものを自分のできる限りの努力を持って達成するという喜びがあるわけですよ。でも逆に言うと、そこがなかったら作ったものを人とシェアしたいとはあんま思えないんですよね。まあうちなんかもねギリギリ食えてますから、まあ、欲を出せばねキリがないんですけど、まあ今ギリギリ食えてるという状態を感謝しながら、やっぱりこのバッハ的にねいいものをまず作る、でそれの結果としてもしかしたら認めてもらえるかもしれないっていうようなスタンスで音楽を、まあ、やっていけたらいいなと、思ってます。で次は、バッハと同世代のヘンデル、まあ、ヘンデルもねバロック音楽の、まあ、作曲家としては突出した存在でありますけど、この2人は年一緒なんですよね。同じ年に生まれてる。ですので、当時も多分こういろいろと比較されることが多かったんだと思いますが、そのヘンデルとの関わりに関しての記述がありますので、これをお聞きください。彼はいつでも自分の町、他の町の音楽家の演奏を熱心に聞きに行きました。とりわけヘンデル様とお近づきになろうといろいろと骨を折りましたのに、目的が達せられませんでしたことは本当に彼の失望でございました。ヘンデル様も確かにゼバスチャンの作品の高さを認めてくださる優れた音楽家でありました。たとえヘンデルの名声はイタリーやイギリスまで響いて、ゼバスチャンの名はドイツ国内だけに限られていたといたしましても、けれどヘンデルは世間を求める人でした。自分の身の回りに限りない大波を打たせてたくさんお金をこしらえた人でした。それに対してゼバスチャンの方は大げさなことは一切嫌いで、世俗を逃れ自分の家庭で
家族の者たちの懐の中で静かに黙々と仕事に打ち込んだ生活でした。はい、実はバッハはヘンデルの大ファンだったんですね。で、まあ、彼の音楽を聴いてね、ヘンデルとも近づきになりたいと思っていろいろ出会おうとしたみたいですけど、うまくいかなかったと。で、奥さん目線で言うと、まあ、ヘンデルはね、世間を求める人でしたと。ですから、まあ、評判とか称賛をまあ求める。もちろん彼の音楽は素晴らしかったので、それについてその評判とかね、称賛はもちろん高まったんですけど、まあ、奥さんの目からするとね、実はまあそっちもね、彼にとってはすごく大事だったんじゃないのかしらってこう思ってるわけですね。自分の身の回りに限りない大波を打たせてたくさんお金をこしらえた人でした。ですから、まあすごく詳細もあったんでしょうね。だからプロモーション能力と、プロダクション能力が両方あったわけですよ。だから、まあ、現代の音楽家の立場からするとね、この2つ自分でできりゃそりゃいいなと思いますよ。だからヘンデル的にね、成功したらそれをちょっと羨ましいぐらいの話ですけど、ただこのバッハっていうのはそれに対してゼバスチャンの方は大げさなことは一切嫌いで、世俗を離れ自分の家庭で家族の者たちの懐の中で静かに黙々と仕事に打ち込んだ生活でした。ですから結構どちらかというと隠遁者というか求道者ですね、まあ、そういう態度だったのかなと思いますね。自分もこう田舎に引っ込んで生活してるんですけど、まあ、実はこの本にあるね、こういうバッハの人柄を思わせる技術っていうのは少なからずやっぱり影響してるんですよね。っていうのはやっぱり都会に住んでるともちろん仕事もたくさんあるし、人ともよく出会えますし、まあ、いろんなこう機会があるんですが、なかなかその静かに音楽と向き合うっていうのは難しいということもあるんですよ。例えば自分の場合8週間ぐらいツアーするんですけど、ツアーの時はもう街から街へこう旅をしながら、もう毎晩だころか1日2回とか3回やることもあるんですけど、とにかく演奏をやったり人と会ったり打ち合わせしたりリハーサルやったり、とにかくずっとそういうことをまあ2ヶ月ぐらいやるんですけど、もうそれをやってるとですね、干からびるというか、持ってるものを全部出し切っちゃう感はあるわけですよ。まあ、だからそれはそれでいいんですよ。いいんですが、そういう状況でずっと暮らし続けてると、おそらく新しいものを作っていくのは難しくなると思うんですね。ですから自分の場合はメリハリをつけて演奏してる時は、まあ、ツアーで結構長期間街にいて、演奏してない、まあ演奏してないわけじゃないですけど、ツアーしてない時はもうこの山の中の田舎でね、ほとんど奥さん以外誰にも会わないような生活をしてるわけですね。ですので、まあ、このバッハのね気持ちはなんかわかる気はします。ただヘンデルちょっと羨ましいなっていうのもねあって、まあ、こればっかりはでも何ていうんですかね、その人の性格とか素質によると思うんですよ。ですからヘンデルの生き方が悪いとは全然思わないし、ね、なぜならやっぱりそのおかげで今でもねヘンデルの素晴らしい音楽って残ってるわけですから。ですからまあこの辺はね、皆さんヘンデル派ですかバッハ派ですかっていうのをちょっとね聞いてみたいと思いますけど、まあ、自分はどっちかというとねバッハ的な方が憧れますね。ただヘンデル羨ましいっていうのは正直なところです。はい、次はじゃあ夫婦っていうのは一体どんなもんなのかっていうことに関してのバッハの、見解を、聞いてみたいと思います。彼はいつも申しておりました。不協和音は和音の近くにあるほどそれだけ強いものだ。だから夫婦の不和というものは一番耐え難いものなのだと。私たちも地上に生きる人なら誰にでもあるような困難や不安はありましたけれど、でもそれはいつでも私たちの人格の外にあって、決して私たちの愛に触れることはありませんでした。不協和音は、和音の近くにあるほどそれだけ強いものなのだ。だから夫婦の不和というのは一番耐え難いものなのだと、まあ言ったという、まあだからこれちょっと音楽用語が入ってますけど、不協和音っていうのはこう
音が濁ったようなね、ちょっとやばい感じのする和音のこと不協和音って言うんですけど、例えばちょっとやってみましょうか。こう、まあ、このディミニッシュっていうような感じの、音が入ってると、例えばこれちょっと不協和音ですよね。でこれがただで不協和音が不協和音で続いていくと、なんかそんなに強くないんですけど、例えば、これがこういうドミソみたいな強和音の近くにあると結構ガッと浮き出てくるわけですよ。だから強いものなんですよね。ですから夫婦の不和っていうのは、夫婦っていうのは、自分自身以外でおそらく一番近い存在なんですよね。でその夫婦の中で不和っていうのは一番耐え難い。だから例えばバッハのような人物は多分音楽でも調和を求めてたと思うんですけど、自分自身としても人としての在り方としても調和の取れた人間を目指してたと思うんですよ、個人として。でそういう個人ね、それは和音ですよ。その和音のそばに夫婦というこの関係の中で不協があると近いだけに非常に耐え難い。例えばそれが例えばね、音楽業界の中に不協和音があったりとか、例えば自分が関わってるオーケストラの中に不協和音がある場合、仕事場などの場合はまた話していきますけど、ね、距離がありますから。ただこの自分自身のすぐそばにあるこの夫婦っていう関係の中で不協が起こると、耐え難いとで彼はそう言ったんですけど、それはね本当そうかなと思います。でも自分にとってやっぱりその家庭の調和というか、家庭の中でのその共和音ですよね、それがないとなかなか人として個人として、あるいは音楽家としてバランスの取れたその生き方をしていくのは難しいというふうに思ってます。もちろんね、心の強い方はもうどんな不協和音がそばにあってもこうやっていけるのかもしれないですけど、自分のような周りに影響されやすい人間はやっぱり協和音、調和っていうのが何においても大切なのかなというふうに感じられます。でね、彼は多分奥さんをすごくやっぱり愛したと思うんですね。その証拠に、すごい子だくさんだったっていう、それだけがね愛の証ではないですけど、ということもあって、夫婦っていうのをとっても大切に考えていた人物なんだと思います。では、バッハの几帳面な性格について、書かれてある記述をお聞きください。ゼバスチャンがだらしのないことが大嫌いだということはすぐに分かりました。書類や持ち物はちゃんと決まった方法で保管され取り扱われていまして、その慣例を覆すことは許されませんでした。彼は浪費を憎み、また几帳面でないことを嫌いました。几帳面でないというのは、彼に言わせれば大変高価なものとか二度と手に入らないかけがえのないものとか、時間を無駄遣いにすることでした。これはそうね、さもありなんと思いますね。というのは彼の作曲を見ると非常に緻密で無駄のない作曲だと思うんですよ。ですからおそらく彼はとっても几帳面な、ね、性格だったんだろうと思います。でやはりこのバッハの音楽にね憧れて、バッハのような音楽家になるにはどうしたらいいんだろうってこう考え始めた時に、音楽だけ研究しててもダメなんじゃないかと思ったんですよね。っていうのは音楽作るのは人ですからね、その人がどんな人かっていうのが多分すごく影響してくると思うんですよ。ですからこういう部分は結構自分なりにその自分を戒めてね、できるだけ几帳面になろうというふうに努力はした部分です。例えば大学生の時とか靴下をねこうペアになってるじゃないですか。それをこうやって一つにまとめて引き出しにしまうのすら面倒くさかったんですよ。で朝起きて着替えて学校をね大学に行ったりするのも面倒くさくて、でふとねもうそもそも出かける服でそのまま寝ちまえば起きたらすぐ出れるじゃないかみたいなね、もうそれぐらいいい加減だったんですよ。ですからそういう部分からですね、
徐々に、まともな人間になる上でですね、このバッハのこの几帳面さに関する記述っていうのはやっぱり結構心にね残った部分であります。でやっぱり作曲し始めたり音楽制作し始めるとやっぱ几帳面じゃないと詰め切れない部分があるんですよ。でその詰め切れるか詰め切れないかっていうのが音楽家としてのレベルの、まあ、これはねわずかなところかもしれないんですよ差は。ただこれが決定的にそのなんていうんですかねレベルの高い音楽家とそうでもない音楽家を分ける部分だと思ってるんですよ自分は。だからまあ才能っていうよりもこの最後の詰め切れるかどうかね、我慢して詰めれるかどうか、その部分はすごく大切だと思いますので、まあ、そういう意味ではねこの几帳面さに関する技術はまあ私生活の面でも音楽家としての自分のね、素養の面でも非常に、役に立った技術です。では最後に、時間に関する、記述をお聞きください。私たちの結婚生活の間に彼が時間を無駄にするのを見たことがありません。時間というものは神様の一番尊い贈り物なんだよ。私たちはそのためにいつかきっと神様の前で申し開きができなければならないのさと彼はよく申したものです。いやこれはすごいですよね。奥さんが彼が時間を無駄にするのを見たことがありませんって、まあ、そこまで言わせたらすごいですよね。まあ本当時間っていうのは神様の一番尊い贈り物なんだよって本当その通りだと思うんですよ。でもう自分も今50になろうとしてて、そうなるともう時間がねあまりないっていうのはやっぱ肌身に感じるようになってくるんですが、でも時間がある限りはまだまだいろいろ可能性もあるわけですよ。ですから、まあ、ある意味ね神様が与えてくれたもので唯一自分が自由にこう使えるのをね許されてるっていうのはやっぱ時間だと思うし、唯一ね自由がたくさん効くその贈り物をどうやって使ったかっていうのは確かに、まあ、神様の前で申し開きしなきゃいけない部分ではあると思うんですよ。でその申し開きっていうのはね文字通りね神様の前に行ってこうなんか弁明をするっていう意味じゃなくても、やはりもし例えば自分のね寿命が宣告されたとして、その時に後悔しか残らないみたいなね、そういう生き方を知っておきたくないというふうにはやっぱり思うんですよ。でこの態度はやっぱり彼のね作曲を見ても無駄なものがほとんどない、まあ、そういう部分にもねやっぱり現れてきてるんだと思うし、音楽っていうのはねそもそも時間っていうものを使って作ってるんですよ。時間がないと音楽って見れないんですよね、っていうのは5分の音楽だったら5分間かけないと作品が全貌が現れてこない。それは映像美術とかとは全然こう違うものなんですけど、その部分でねやっぱり時間との付き合いっていうのは音楽家にとってはやっぱりすごく大事な部分だと思うんですよ。で音楽やっててやっぱりすごく大切だなと思うのは間なんですけど、音楽って音を出すじゃないですか。音を出す技術っていうのを考えるんですよね、まず音楽家としての素養として。でも実は音も大事なんですけど、本当に大事なものって自分にとっては音と音の間の間なんですよ。っていうのは、まあ、何を言いたいかというと、こう建築家が、まあ、例えば建物を建てるとするじゃないですか。その時に柱とか壁とか屋根とか床とか、まあ、どういう素材を使って何をね、こうやってどうやって組んで作るかっていうのは大事で、その部分はすごく大事で、それがないと建物ってないんですけど、でも使うっていう風になった時に建物を一番大事な部分って何かというと空間なんですよね。そういうので囲まれた空間にいるということが建物を使うっていう目的なので、それ空間が大事なんですよ。で音楽も音が出るでしょ。で音が出たらそれを聞いてどう感じるかっていうそのタイムラグがあるんですが、で次の音が出てまた新しい感覚が来るっていう、この音の連続でその音と音との間にこう経験が、内的経験が起きていくんですけど、この、ね、音が出てから次の音が出るまでのこの空間っていうのが、まあ、音楽の本質だと自分は思ってるんですよ。
でそれもやっぱりなんていうんですかね、まあ時間をどう捉えるかというね部分で、例えばこの間、ね、この間を大切にするには、これはね、例えば曲の中だったら8分音符のちっちゃな休符の間かもしれないし、音を伸ばしてるその間かもしれない。で曲が終わると、あの次の演奏をするまでね、音のない間が人生の中で続くんですけど、で次まだ楽器を弾く時まではこの楽器の音が鳴ってない長い間があるわけですよ。でこの長い間をどうやって過ごすかっていうのが次の音を出す時に生きてくるっていうふうに思うんですよね。ですからもう音楽の演奏の中に出てくる間っていうのはそれぞれ一つ一つに意味があると。じゃあ音楽を演奏してない時の時間っていうのもそれと同じぐらいね、真剣さを持って捉えましょうっていうことだと自分は理解してるんですが、まあ、そういう意味でね、この時間への態度っていうのも、非常に音楽家としてインスピレーションを受けた部分ではあります。はい、ということで、5回の長いシリーズになりましたけど、まあこの他にもねたくさん紹介したい部分あるんですけど、まあそれをやってるとねもう10回15回では収まりきれませんので、もしご興味がありましたら、まあ実際に本を読んでいただければいいと思います。でバッハの思い出シリーズは、これで終了いたしますが、次のシリーズはダーン、この宮本武蔵の五輪の書を、音楽あるいは、まあ芸術活動と関連づけて語っていきたいと思います。では、最後にバッハをね見習って、その場で新しい音楽を楽器の上で作っていくという、そういうスタイルの即興演奏でこのシリーズを締めくくりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。Thank you.